おや、こんにちは。誰かと思えばあなたか。もう一つ気配を感じたんだけどな。まあいっか。のんびりだべりたいところだけど、残念、今日は先約があるんだよね。おい、あざなみ、勝手に先行するなと言っただろう。俺はこいつに壊れてパーティーを組んでいるだけだ。という建前でのデートです。そこまで全力で否定されるとそれはそれで傷つくな。いいから任務を続けるぞ。はいはい、了解だよ先輩。それじゃまたね。お前も勘違いするなよ。